さあ、こんばんは、こんばんは。竹中さん、政治家にならないんですか？なりません。なりません、政治家は。大変だっただろ。石破さんの件で。石破さんの件でな。さっき言った寄付が、賄賂とか言われて、疑われて、取材来て、迷惑かけちゃって、ね。大変だったんだぞ、本当は。本当にね。だから僕が政治家になることはないでしょう。一時期ね、本当に皆さん、なろうとしました。はい、もうこのままだったら天下取れんじゃないかぐらいなろうとしてましたが、はい、いろいろマスコミは怖いですね。そうですね、ただ本当にね、本当にレジになってよって。俺がもし立候補したら皆さん投票入れる？やらないよ。これ政治家になるって言うとみんな捕まんね。例えば堀江さんとかさ、ガーシーさんもそうでしょ。だから俺はならないです。もうなんかよくわかんないそういう界隈の皆さんは、竹花は政治家になりませんけれども、万が一の話でもしなったら皆さん入れるかな？入れる？本当に？マジか。俺入れたらやばいと思うよ。俺がもし政治家だったら何をやるかって、まず生活保護撤廃、弱者切り捨て、もう弱者のために、もうね、本当に今タイタニック状態。タイタニックでさ、もう日本の国民をね、見てると、もうタイタニックでこうやって落ちてって、ね、沈んでってんね、船が沈んでってんだけど、もう諦めて優雅にこうやってバイオリン弾いてる、学部いるじゃん、演奏団体ね、その人たちに見えるのよ。もう諦めて俺らは仕事を全うしようって言ってドーって沈んでいくみたいな。そうじゃダメなの。もう一回上げるんだったら、この国もね、弱者を切り捨てないと。生活保護者、本当に生活保護で苦しい人はそれは守らないとダメだよ。でも生活保護をもらえないからデモをしてる人とかね、もっと頑張れるけど生活保護の方がいいからね、頑張らない人とか、だってある国では条件揃うと毎月40万円生活保護でもらえてる都市もあるんだよ。ふざけてるでしょ、ね、こんなの働かない決まってんじゃん、そんなのやるとね。だからそういう人間の生活保護も徹底的に見直す、全部見直す。それが、一つ目やることで、だってさ、そういう人の社会保障料とかのために俺ら頑張ってる人はほぼほぼ採取搾取されてるわけでしょ、税金が。それはね、なしだな。だってさ、あれで面白い話言ってやろうか。俺昔起業の時ね、起業した時にさ、心臓痛くなって、一回なんだっけ、あそこの病院、なんとか病院に行ったんですよ。その時にね、面白いのがね、こうやって老人とかがすごいいるわけ。老人がめっちゃいて、老人がこうやってね話してるんですよ。で、最近元気なのみたいな、こうやって話してて、元気よ元気よ、もうピンピンしてるわみたいな。で、もう元気だったらなんでここにいんねんって、もう老人のそのたまり場になってる病院が。で、一人の老人が来たんだ。テク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 。で、その老人ね、おばあちゃんにね、あれ、何さん、お久しぶりじゃないみたいなね、この他の老人の人がいて、そうなのよ、私、風邪ひいちゃって、なかなか来れなかったの、最近、みたいな。いやいや、逆やで、あんた。風邪ひいたら、病院に来る。ね、元気だったら、病院に行かないの、普通。おかしいでしょ？おかしいでしょ？そういうね、ダメです。そういう、無駄遣いは。だから、まずは徹底的にいらない不要なもの、お金をする前に不要なものを削っていくと。だって皆さんさ、何千億何兆円寄付とかね、なんか何兆円をなんか海外支援にとか、よく話聞くけど、お金がすられたということは、必ず、この iPhone が100円で買えてたものが、この iPhone が、ね、お金を2倍すったら200円になる。これって実質増税なんですよ。これ面白いよ皆さん。今岸田さんとかね、日本は皆さんに増税とはもう言えません。なんでかって、増税って言うと必ず反対されて必ず政権落ちるからね。だから増税って言わない代わりに、いやいやいや、全然増税しなくても増税できる方法はお金をすることなんです。100円だか皆さんが買えてたけど、政府が勝手に200円すりましたって言ったら、この iPhone は200円の価値になっちゃうんですよ。だから皆さん野菜の価格上がってるでしょね、石油の価格も上がってますよね。そういうことですよ。今年は寄付しないんですかってないやね。今年は寄付したよ、もう。パキスタンに4000万円寄付したわ、個人に。ふざけんじゃないよ。で、よくさ、それをさ、
その寄付してる団体が国営の団体だから、そのなんかニュースに載っけてくれたんですよ。そのニュースに載っけてくれたのをツイッターでシェアしたらさ、なんかなんで日本には寄付しねえんだとかね、いやお前さ覚えてるかと、1億1円を俺最年少で日本に寄付してるんだよ。何回も言うのちょっとあれだけどね。でも寄付してて、ね、天皇陛下からもう受賞いただきましたよ。ただこの寄付するお金以上の何千倍というお金をなんかよくわかんない武器に使ってるわけじゃん。いやいや、こいつら本当に寄付必要かと思ってきちゃうんだよ。意味わかる？あなたがさ、ね、じゃあ1億円寄付しますって寄付したその次の日とかに、じゃあ誰か海外のね、支援のために何兆円とかね、どっかの国のね、軍事支援のために何百億円とかね、そんなニュース出されてみーよ、普通に。寄付する気起きるか？2回3回寄付しようと思うか？あなただったら。思わないだろ。それよりも、そんな軍ね、武器に変わるぐらいだったら、だったらね、自分で本当に困ってる子たちがいるところにお金を渡すわと言って寄付してるんですわ。はい、辛いですよ。そう、寄付し続けたらそれ当たり前と思われるから辛いですね。本当その通り。もうなんか毎年寄付してもなんかありがとうみたいな。だって寄付したらそのお金は詐欺からのお金だとかよくわかんないこと言うバカもいるしさ、お前さ普通にさ YouTube とかこのインスタで何十万人に対してお顔を晒して、何、詐欺師は顔さらさねえから、そもそも何をこいつらは言ってんだと、もう理解できないものは全部詐欺にしたいんだろうおめえらはと、本当にクズだよ。そうでしょ、税金も武器にだ、税金も武器にだね。あなたたちが税金払う、毎日毎日税金を払う、税金何割かしてる、 30% だと思ってますけども、実際にね贈与まで入れたら大体の人って 50% から 80% ぐらい払うんですよ。あなたの人生ね、30日会社に行くとしたら15日はあなたの家族とかあなたのためじゃなくて、あなたの国のために働いてんだよ。あなたは国のために働いてんのにね、人生の半分ぐらいを毎日毎日満員電車に乗って頑張ってるでしょ。その半分がね、国のために働いてんのに、考えてみろと。ね、一昨日ぐらいにはさ、なんかウクライナに追加で何百億、600億、6000億、ちょっと桁忘れたけども、そんな、どっちにしろだよ。そんな大金をね、ポーンって寄付しますとか、ふざけんじゃねえよと思うでしょ。普通に。バカかと。ラブワン法人に関してどう思われますか？これね、俺の専門分野なんで皆さんに無料でコンサルしましょうか。海外移住、どこの法人かとか関係ないんですよ。例えば皆さんは日本に住んでます。日本に住みながら、じゃあドバイの無税の地に会社を作りました。じゃあドバイの会社の売り上げにすれば全て日本で のドバイで、ね、無税になるんでしょと思うかもしれないんですけども、じゃあドバイの会社の株主とか関連者があなただった場合は全部国に戻って、日本に戻ってきますからね。だからラブワン法人で法人作っても、あんなクソみたいな、ごクソって言ってごめんね、でもあんなクソみたいな本当に何もない島ですよ。何もない島にラブワン法人に住まないでしょ。住まないということは日本に住みながらその法人をやるんでしょ。その法人が何億売り上げ上がっても全部あなた日本での納税ですからね。そもそも大変ですよ、そうやって考えたら。だからあんまりですね、無知な考えでいかない方がいいと。でもう一個ね、例えば結局日本って、日本に住んでなければ日本に税金を納めなくていいっていう、その通りなんです。生活の拠点がね、日本じゃなければ。でもかということは必ずどこかで所得税を納めないといけないんだよ意味わかる？例えばあなたがタイに住んでるからといって、じゃあタイに所得税を納めないで日本に、日本からしたら海外居住者と見なされないんですよ。海外に居住してんだったら、その海外に居住してる土地に税金も納めてますよね。だからイコールタイの、ね、所得税なんて 30% が日本に近いぐらいあるじゃないですか。タイに住んで所得税も納めないで日本の非居住者になれないんですよ。意味わかりますよね。だからドバイという国は合法的に所得税がゼロだから、イコール納めたことになるんですよ。だからドバイの居住者が一番メリットが高いですよって話なんですよね。これ皆さんね、結構誤解してるんですよ。どこの国に住んでたら日本で税金を納めなくていいですね。その通りなんだけども、住んでるということはそこで税金を納めるということも住んでるという認定の一つだから、税金を納めないとダメですよ。そう、それ大事ですよ。日本から僕も出たいです。そうですか。日本はすごいいい国ですよ。すごくいい国です。すごくいい国だけれども、やっぱ俺日本に行っちゃうと怠けちゃうんですよ。怠けちゃうっていうのは、
例えばさ、日本でなんか事業をやりますと、ね、事業をやるとき考えて、皆さんがね、じゃあ SNS やってますと、何十万人にボタンを一つ押すだけで拡散ができるっていう状態になると、やっぱりその拡散になんていうの頼っちゃうんですよ、自分の事業って。お店とかもそうだけど、だから俺はドバイに来て全く誰も知りません、日本語で発信したって誰も見ませんと。でもその中で日本人じゃなくて、やっぱりドバイって世界中から来るので、そういう世界中の人にサービスを提供するっていうものはめっちゃ大変だった、めっちゃ大変だったんですよ。真夏に一人で、その俺ドバイに来た時何を一番最初にやったかって、あれですよ、 SNS の運用ですよ。俺が一人ですよ最初。あとは開発受託、自分で受注して、で外地、パキスタンとかの安いところに発注して、その際抜くみたいなね、それですよ。それ誰が営業してたか、僕ですよ最初。一番最初のクライアント様は、これは情けないけれども、日本の、料理屋さんの木村屋さんです。ドバイで 何店舗、8店舗ぐらいかな、経営してる木村屋さん。この木村屋さんに、いや SNS 運用あなたたち絶対やったらいいからね、言って僕は、最初契約を取りました。でその後、あ取れるじゃんと。でもカメラのね撮影とか自分でやるのきついから、その人を雇って、その時一人雇ったんですよね。で一人で雇って、僕とそいつで一緒に撮影に行って、アカウント運用して、で初めて百何十万円かな売り上げが立って、あこれはなんだかんだもう一回楽しいわと、昔みたいで楽しいわって言って、あれですね、また何人も雇ってって、でどんどんその SNS 運用だけじゃなくて、ウェブ制作だったりとか、システム開発だったりとか。システム開発ってめっちゃおもろいですよ。みんなね当たり前だと思ってるんだけども、例えば顧客何千人を Excel で管理してる人とかっているんですよ。でももっとシステム化すると、いやいや顧客の Excel じゃなくて、例えばこのお客様の過去の履歴だったり通話履歴とかも全部録音とかもこの管理画面に残せますよとか、そういうコンサル、 IT コンサル営業をするんですよね。でこれ1個でも1回でも入れてもらうと、もうそれに頼るからずっと延々何十万入ってくるっていう、これがシステム開発のめっちゃいいところなんですよ。でドバイはそのシステム開発の開発、普通外注で人を雇って日本でね、雇ったら、まあプロダクトマネージャーとかね、それだけで80万とか月にするんじゃないかな。ドバイ8万円ですから、ね、人件費10分の1ですから。だからあこれはめっちゃ儲かると思ってガーって広めてって、まあこういう風になったということですね。そうです。だからそう、日本にいると甘えちゃうからね、日本から出たんですけれども、なんだろうな、日本って結構安定志向多いじゃないですか。そもそもで、僕みたいな立場じゃなくても安定志向は日本って多いじゃん。そうだから、その安定志向が多い中にいると自分もすごくなんていうの落ちてくなってすごく感じたんだよね。なんかだってさ、昔ってあれだよ、就職先決める8割ぐらいの理由は給料だったんだよ。今就職あれ違うわ。みんなさ、今皆さん同じ質問していい？みんなさ、今いくらもらえたら満足？お金、給料って。っていうのをなんだっけな、平成元年の時にアンケートを取った時だったっけな、まあ違ったらごめんね。でもとにかく言いたいのは、平成元年の時にアンケートを取った時は1000万円以上が欲しいっていうものが8割ぐらいだったんですよ。逆に今聞くと400万円っていうのが6割ぐらいなんですよ。400万円でいいっていう、みんな。でもさ、400万円って本当に家族養えないぜ。いやそりゃさ、普通の生活はできるけど、普通の生活をするためになんていうの生まれてきたわけじゃないでしょ皆さん。なんかちょっとでもさ、幸福を普通よりもちょっとところが幸福になるわけじゃん。普通っていうのは本当最低限の普通ね。それよりもちょっと何かいいものを食べる、ちょっといいところに行くとか、ちょっと旅行ができるとか、それが幸せになるわけじゃん。それもない生活でしょ。それはあんた、それは良くないでしょね。そう、あとなんかさ、他人を引きずるみたいなあるじゃないですか。だからツイッターとかさ、今ツイッターのユーザーって世界で5億4000万人ぐらいいるんですよ。5億4000万人のいろんな国のねユーザーがいる中で、ツイッターのつぶやかれてる言語約半分ぐらいが日本人なの知ってました？
日本語でつぶやかれてる。面白いでしょ。だからさ、本当に最近ニュースで出てましたよね。そういうなんか人のひがみとか妬みを言ってる多くが40代50代のおじちゃんだったみたいな。それやねん、みんな。それなのよ、本当に世の中っていうものは。だから俺もアンチいますよ、たまにアンチ来ますよ。おい、竹鼻、お前なんだよとか、詐欺してんのかよみたいなね。おい、こいつはクソだみたいな、こいつなんか政治家と癒着があるのとか、ね、結構言われるんですよ。そうやって言ってるやつってこれ面白いよ。俺ね、いつもどうやって思うかっていうと、こいつは多分40代でね、実家に住んでて、でもうベッドの周りはセンズリティッシュだらけで、でもう毎日なんていうの、もうしこる以外にやることがなく、これバンになんないかな、こういうこと言ってしこるとかね。まあいいか、そういう人間がね、言われてるって考えたら何にも思わなくない？そういう人間にも、もう死にそう、もう死ぬぐらいの、もうだらしなくて部屋のね、あのラーメンの片付けもできないような、で、センズリティッシュが周りにあるような感じの男に、おい、てめえ、ふざけんなクズがとか言われても、笑っちゃうでしょ。そうなのよ、皆さん。皆さんがなんかネット上でなんか言われても、そういうあのスタンスでいた方がいいです。本当にそうなの。中学生か40、50代のおじちゃんたちが、センズリティッシュだらけのね、ラーメンも片付けられない、もうちょっと気持ち悪い、ヒゲも剃らないおじちゃんたちにクソだって言われてるから、まあまあまあしょうがないよねって感じだよな、本当に。はい。でも政治家のね、とにかく日本から出るっていうのは政治家のね、トップですよ。政治家のトップ、本当にね、このトップが悪いと思う。だって全然全く言ってる方向が違うもん。逆にトップがいいと、やっぱこの都市みたいになるんですよ。ドバイみたいになるんですよ。ドバイうまいもん。どう考えてももう国の作りとか都市の作りがうまいもん。道にこぶ一つなく、全てが電子化で、行政もポンって出したらポンって出てくるような電子化になっていて、めっちゃ早い。だって俺が来た時ってビザにスタンプが押されてたんですよ。パスポート2週間ぐらい取られてたんですよ、俺が来た時ね、ドバイに。でももうドバイのまあ、ロイヤルファミリーですね。王様が、いやもう明日から、紙を出さなくして、3ヶ月以内には、もう全部紙を廃止しろと、行政の中で。って言って、本当に3ヶ月後に、ビザがもう押されなくなって、紙が行政から一切出てこなくなって、それやで。だってさ、例えばドバイって、なんでドバイでさ、そうだよ、ランボルギーニとかでさ、警察車両があるでしょ、ドバイって。なんでだと思う、皆さん。本当にランボルギーニの警察車両って必要ですか？でも皆さんよく聞くよね、ドバイの警察車両はランボルギーニとか。でもあれは PR なのよ、 PR なの。そうやってドバイの警察はランボルギーニっていうことで、ドバイという都市が世界中に知れ渡ってるわけじゃないですか。そうだよ、今イギリスからね、毎年だろうが、これ、あと調べてほしいんだけど、3500人のミリオネア、1億円以上の資産の持ち主のミリオネアがイギリスからドバイに移住してるんですよ、この都市に。イギリスだけ、3500円のミリオネアよ。だから、どんどんもう土地の価格が上がって、すごいよ、本当に。そう。そういうね、なんていうのかな、頭の良さというか、速さというか実行力というか、やっぱだからそうなのよね。俺の会社もそうなんですよ。これね、逆に言っていいかな、俺の会社って、俺のチャットワークのアイコン見る？俺のチャットワークのアイコンってさ、キム・ジョンイルのねキム・ジョンイル、これチャットワークのアイコンよ。あ、俺の見えねえのか、ダメだ。あ、これチャットワークの ID 見せない方がいいか。ほら、キム・ジョンイルいるでしょ。キム・ジョンイルさんのチャットワーク。キム・ジョンイルが、まあこれはギャグだけど、独裁会社だ。もう今従業員で全部で言うと110人ぐらいいますけど、もう独裁制なの、うちって。もう俺がやるって言ったことを、もう次の日、もう3日とか言わない。次の日にやるみたいな。だから結構ね、負担かけちゃう時もあるけれども、めっちゃ早いね。めっちゃ伸びるのよ、だから。だってさ、例えばソフトバンクの孫さんとか、ソフトバンクだと1台のあれだけの大きさを築いてるわけじゃないですか。あれって3日孫さんが言ったことを3日以内に全てやるみたいな、まあ、あれも一種の独裁経営ですよね。で、楽天の三木谷さんとかも結構独裁者って言われてますよね、ニュースでね。でも僕あれはすごいと思ってて、独裁だからこそやっぱ早いんですよ、全てが。
そうだから1台で会社をどっかん大きくした人ってやっぱり独裁を持ってるんだよ、独裁力を持ってるんだよね。そう、独裁って言い方が悪いのかもしれないな、リーダーシップって言った方がいいのかもしれない。そうだから特にみんな独裁が悪いみたいなことを言う、だから言葉尻だけ取って悪いみたいなこと言うけど、逆に独裁の会社の方が伸びるし給料上がるよ本当に。だってね、みんなで例えばさ話し合って会議で決めてみたいな、バカみたいな民主主義でね、なんか一つの政策を決めるのに 何ヶ月もかかるみたいな、そうじゃないじゃん。もう3ヶ月後にペーパーレス、もう全てなし、3ヶ月後にそうなるのよ本当にね。そんぐらいしちゃいなよと。そうですよ、いろいろあなた、あなたたちこういう税金を学ばないと本当に良くないですよ。例えばさ、ね、もう一個面白い税金知りたいですか？知りたいんだったら一個ね、えぐいものを教えてあげますよ。えぐいもの、あのね、まあ、これはあんまり会社員とかは関係ないかもしれないですけれども、結構富裕層はさ、なんで絵画とか、なんでよくわかんないアートとか何億円かけて買うかって知ってます？知らないでしょ。これね、例えば皆さんがアートを、1億円で買いましたと。1億円でね、でもアート1億円で買ったって別に赤字にはならないよね。そうだね。でそのアートを買ったらフリーポートっていう港とかさ空港とかにあるフリーポートに預けるわけですよ。でそこに鑑定士を呼んでそのアートを、まあ、鑑定してもらって、まあ、アートってすごい主観的だから、これが1億って言ったら次の年に100億になったりするわけじゃん。じゃあ例えば30億の鑑定がついたとしましょう。30億のアート、これを例えばどっかの美術館とかに寄付しちゃう。そうすると今30億のそういうことになっちゃうんです。わかりますかね。これは あまり言えないですけど、でもだからこういう、お金が集まるような国ではアートが盛んだったりとか、すべてアートってね、脱税のあれで使われたりするんですよ。脱税って言っちゃいけない、節税ですね。はい、はい、竹原さんの配信で見たことが ありがとうございます。消費税が預かり税って普通の人は思ってるので困ります。まあそうなんでね、そこ面白いね。元さん、元さん0817、これはすごい正しい意見で、消費税が預かり税ではないんだよね、あれは。まあ売り上げっちゃ売り上げなんだよあれはね。そう、売り上げだから預かってるって言い方はね確かに良くない。インボイスについて知りたい、インボイスについて知りたい、皆さん消費税の概念ですよ本当ね。はい、消費税 あのお勉強しましょう。消費税の勉強、はい。消費税とは、会社はね2つのお財布があるんですよ。1つは会社で売り上げを上げるあのお財布で、もう1つは消費税を貯めるお財布。この2つのお財布があると考えてください。 OK ですか。会社には2つのお財布があるんです。例えば皆さんがこの iPhone を1万円で買いましたね。で、アップルという会社にはさっき2つお財布があるって言いましたけど、皆さんこの iPhone を1万円で買ったら、お金は1万円と 10% の消費税、1万1000円払いますよね。ここで1万円はアップルの売り上げのお財布、1000円はアップルの消費税のお財布に入るわけです。そうですね。だから皆さんがアップルだとしたら、今自分のお財布には1万円の売り上げと1000円の消費税のお財布にお金が貯まってますと。で、じゃあアップルが iPhone を作るための費用を外注しましたと。そうするとアップルはどっかの会社に5000円払ったわけ、外注費として。そうするとアップルが払うのは5000円と5500円、500円 10% の500円払いますよね。5000円は売り上げのお財布から出てきます。500円の消費税分は消費税のお財布から出てきますね。そうするとさっきあった1万円のお財布は5000円、1000円あったお財布の消費税のお財布は今500円出てったから500円なりましたよね。はい、皆さんがアップルだとして、アップルが納める消費税はいくらですか？500円や。意味わかるかな。これが消費税の概念だね。この消費税がね、本当皆さんあんまり概念なさすぎてやばいっすよ。なんか消費税って 10% 払ってんでしょう、会社は。なんか 10% 受けたら絶対払わないといけないでしょ。違います。課税売上マイナス課税仕入れだから500円です。意味わかりますかね。はい、
どこで学んでるんですか。いい質問ですね。どこで学んでるんですか。僕はですね、自分より頭のいい人間を周りに置くようにしてるんですよ。自分より、まあ、頭いい人間というのは自分より頭がいい。だからうちが使ってる辻本郷税理士とかは、あの日本で一番大きい、何百拠点あるのかな、大きい税理士会なんですけれども、そこで僕のグループ会社10何社全部見てもらってたりとか、あとね、僕ね、実はその辻本郷さんとか、あのめっちゃ紹介してるんですよ、経営者仲間とか。こういうあのユアユニとかやってるから、結構経営者も来るじゃないですか、企業研修してくれみたいな。竹山さん、どこで税金勉強してんのそんなに、みたいな。いやいや、僕じゃないんですよ、僕はが知ってる、最初から知ってるわけじゃなくて、その税理士さんとか弁護士さんからあの知識いただいてるんですって言って、そう、おかげででしょ、おかげで、60万ぐらい毎年得してますよな。そうでしょ、税理士教えてくれないよ。そうだよ、税理士はね、結構ね、税理士の皆さんね、税理士の基本的な使い方って、税理士って基本的に皆さんに何かアドバイスをしてくれることはありません。税理士の仕事って正しく税金を払わせることが仕事だから、基本的にアドバイスしてくれません。ただ自分でこれはできますか、自分でこれはどうですかっていう自分の意見に対してのアドバイス、税理士のアドバイスをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、自分の意見に対してのアドバイスをもらうっていう方がめっちゃ重要です。そう、これは高いお金払っても絶対にやった方がいいです。だって1年目に 3,40 万払っても、じゃあ2年目から別に自分でやるんですって言えば、そのまあ年間いくらぐらいなのか分かんないけど、みんなはね、なるわけじゃん。だから税理士の言われた通りにやるんじゃなくて、自分で学んでこれはどうですかって税理士にぶつけること。例えば旅費規定とかさ、社宅とかさ、社宅だって皆さん給料もらって、税金払った後の給料もらって、それで社宅を借りてんでしょ、自分の自宅を借りてんでしょ。そうじゃなくて、社宅を会社に払ってもらって、その分を、給料引いてもらって、その分のね、あの細かい給料にすれば所得が低くなるんだから、税金が低くなるんだよ。で、同じ家に住めるわけよ、会社だって経費でもらえるわけよ。そうやると、ちょっと計算難しいけど、例えば皆さんが20万円の家に住んでたとしよう、分かりやすく、で所得が、50万円あったとしよう、あなた50万円給料もらって20万円の家に住んでたとしたらね、例えばね、ちょっと高いけど分かりやすくね。でそうすると、あなたは500万、600万円の年収をもらえます。だいたい200万円、めっちゃ簡単に200万円ぐらい引かれるから、200万円税金で払って400万円が手取りです。400万円から月に20万円だから240万円ぐらいの家賃を払って、これが今のあなた、意味わかるよね。でも会社にこの家賃、あの会社の住宅、社宅にしてくれませんかって、会社が20万円払ってもらう。で、あなたは600万円もらうんじゃなくて、逆に400万円の年収にするんですよ。そうすると払う税金は200万円じゃなくて100万円ぐらいになるから、わかる、100万円得してんじゃん。で、同じ家に住めてんじゃん。で、もちろんその家に住んだら、その家の家賃はちょっと会社には入れないといけないけど、そんなの1割ぐらいでよくて。そう、そういうことをさ、やるやらないだけでも全く違うぜ。そう、意見しても税理士はいい顔しません。そうなんですよ、税理士を変えたいです、おっしゃる通り。だって皆さんね、あなたは税理士にいくら払ってますか。そんな税理士さんだってね、何百の顧客、うちだって会計事務所やってますよ。うちの会計事務所、オフィスもね、あの賃貸で出してますけども、まあそれはいいお値段いただいてるんで、僕はアドバイスしますけど、たかが 3,4 万円ぐらい毎月それしか払わないでアドバイスしてくれないですよ、税理士さん。逆に、いや、ここまでやってくれたら10万円毎月あげるんでやってくれませんかって、旅費規定政策とか、あとはそういう社宅手当の周りとか、あとはそういうなんていうの、代表者のね、なんだっけな、あの退職金のね、なんとか保険だったんだよな、セーフティー共済かとかね、そういう周りと、そういうあと分社化とか、そういうものを全部設計してもらう、10万円あげるからってやったらやってくれると思うからね。普通になって皆さんがお金払わなさすぎなんですよ。お金払いが良くないのに税理士に何か求めちゃいけないですよ。でも逆に年間百何十万あげますよ、でもこれからこんぐらいやってもらえないですかって、そこ交渉ですよね。そう、竹田さん、会社時代から節税してきたんですか、していたとしたら独自の、知識ですか。会社員時代から節税してましたね。だって副業バレないとか思うでしょ皆さん、副業ってバレないよ。あの僕の場合はリクルートという会社は兼業届っていうのを出せば副業して OK だったんですよ。だから僕は兼業届出して公式に副業やってました。で、副業の収入の方が実はね、その時の当時の給料より、10倍はいかないけど7倍ぐらいいってましたね。副業の収入が当時の7倍ぐらい、給料の7倍ぐらいいってました。だからある日ね、俺呼び出されたんですよ、上司に。
って結構サボってた時期があって、だって自分の授業楽しいもんやっぱり。でお前パフォーマンスやり悪いよと、でどういうことやねんと、そんな本業もできないで副業やってんだったら副業許可しないぞって言われたの。その時にちょっと俺あの反抗しちゃって、いやいや違いますよ、こっちが副業でこっち俺の授業が本業ですよって言ったね。めっちゃ気持ちかったな。ああそうですね、まあ、その、1週間後ぐらいだったっけな、退職、届を出して普通に辞めましたけど。副業は何やってたんですか？副業ですよ。だってリムっていう会社、最初僕個人事業で副業でやってたんですか？皆さんリムって知らないでしょ？ねえ、リムって一世風靡してたんですよ本当は。当時さ、インスタでフォロワーを増やすっていうその自動いいねツールとか自動ライク、あの自動フォローツールとか結構あったでしょ。あれ全部元締めうちだからね。あれのうちの名前を借りていろんな代理店が下にいただけで、あのシステムを日本で下ろしてたのが僕らの会社ですから。そう、全てです。リム知ってます？ ありがとうございます。そのリム の創業している、人間ですね。そうなんですよ。それがもともと、これも聞きたい？まあ僕さっき言ったじゃん、まあリクルートっていうところでね、企業の買収をする部署だったからサンフランシスコに行ったんですよ。サンフランシスコに行ってインマンコネクトっていうね、そのブースがいっぱい、スタートアップのブースが出てるんですよ。そのブースの中になんかインフルエンサーととか、まあ、SNS を使ってその賃貸物件をねこうやってつなげるみたいな、そういう、会社があって、その会社がやってるのがまあ、グレスチャーっていうね、その自動ツールとかを作ってる会社だったね。でその会社に、いやこれめっちゃ売れそうやね。でもその当時は日本でインスタグラムなんて高校生のね自撮りぐらいしか載ってないみたいなね、高校生だって言われたら企業なんて1ミリも興味がなかった、ね、でも俺はアメリカを見てみて、いやカフェもインスタを見させられるし登録させるし、どこに行ってもインスタだし、もう名刺がインスタだし、ビジネスで絶対に来るだろうと思って、この先は必ずフォロワーが絶対にお金よりも大事な時代になってくるっていうことに気づいたんですよ。でこのシステムを日本での独占販売としてうちに200万円払った。俺貯金が300万円しかねえんだと、200万円払うって言ったの。200万円じゃダメだと、ね、だからうちが独占だからうち以外は絶対にもうダメだと、もうそこにできないようにしてくれ。でグレッシャーね、裏言っちゃえよ、もう別に昔のことだから200万円払うと。で、ダメだって言われて、全部貯金はたいて300万払ったんですよ。300万払って、もう俺その時に会社員の時に家を買ったね、ローンを組んでね、家を買って頭金もなって、もうお金がなかった、ね、最後の300万円双子の子持ち、まだ会社も建ててない、この300万円をそこのグレッシャーで払って、その API をもらう、 API っていうのはそのシステムをもらって、で実はあれシステムって僕が開発してんじゃなくて、開発されたシステムをただ日本語に訳す設定画面をこっちで作っただけ、ね、それを下ろしたんです。そしたらもうボッカーンです。おもろいよこれ。あのねすごいね、アパート当時住んでたアパートね、家族で住んでたアパートで、その契約が入るとヤッピーってなるっていうシステムをね、あるんですよ、アプリでね。それを入れて1日目経ってもこない、2日目経ってもこない、3日目経ってもこない、4日目にね、あれはね日曜日だったの覚えて、日曜日のほんと4時とか5時ぐらいにヤッピーってなったんですよ。1人目の3980円、1人目お客さん、1人目のお客さんってあれですよ、ヤッピーですよ、3980円です、1人目でも。その次の日またヤッピー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 ってなって、もうずっとヤッピーが鳴り響かなくて、3980円、めっちゃグワーってきたんです。それですごかったんですよ。そこからですね、世の中にはリムルっていう言葉までできちゃってるんですよ。リムルって何かっていうと、フォローをしてフォローを外す人、リムルって皆さん知ってますよね。そうその言葉がうちの会社から来てるのって知ってましたか？リムルっていう、フォローをしてとかいいねをする人ってリムルっていうんですよ。そう、それで、まあ何十億かいただいて、そうリム時代から YouTube はありがとうございます、めっちゃヤッピーになって、そうですね、ヤッピー懐かしいですね。ヤッピー実はうちも今やってますよ、今でもやってます。そうそれが一番副業 でそれが儲かりすぎちゃって、で、リクも辞めて、で自分で、リムという会社を作ったということですね、はい、そうですよ。最初はそんなもんです皆さん。
竹穴さんの代理店って何をするんですか。まあ、代理店なので販売するんですけど、うちの代理店はマジでやった方がいいです。絶対に楽なんで。来年法人独立するので最低限やった方がいい説明を教えてください。いやいや、旅費切って、社宅、あとは役員、よく言うのよ、役員報酬を100万円もらってるとか200万円もらってるとか。いやいやいや、どういう、あんた税理士つけてんだろうと。役員報酬200万円月にもらってたら年間2400万円、2400万円っつったら大体1000万円ぐらい取られるぞと。ね、1000万円ぐらい取られるんだぞ。普通にそれだったら家賃前払いするとか、あとはオフィスのね、まあまあいろいろあります。そういうのをねやってたらもうキリがないで、そういうのを、そうそうやってもう資料をもう書いて、俺が毎年講義とか研修でやってるんですよ。大変だぜあれだって。本当にドバイ移住の費用はいくらほどでしょうか。これね、ドバイの税金ってめっちゃシンプルで、いくら稼いでも0円なんですよ。じゃあなんでこんな0円でこんな大都市が成り立ってるかっていうと、会社作るとさ、皆さんさ、赤字だろうが黒字だろうが、日本だと毎年7万円から8万円均等割って払うんですよ。必ず会社を維持するためのお金。それをドバイは無税だけど毎年100万円ぐらいライセンスを払えると。このライセンスがそのドバイ の税金になってるよね。だからドバイの会社は赤字だろうが黒字だろうが毎年ライセンス料払えばどうぞやってください。すごい頭良くない？すごいシンプルでしょ？すごいシンプルでしょ？そう。URU は一切広告を打たずに皆さんの口コミだけでこんだけ日本最大級のオンラインスクールになってるわけなんですが、なので皆さんも入学してめちゃめちゃ学べるじゃん、めちゃめちゃスキルつくやんという方はどんどん広めていただきたいんです。じゃあ具体的に URU に入学したら何すればいいのという話なんですが、まずは公式アプリを App Store とか Google Play Store からダウンロードしてください。まずアプリを開くといろんな学科があります。その学科をステップ方式でカフェ時間とか通勤時間に動画で学習しましょう。もしビジネスとか仕事でわからないことがあったら、実際にプロのマーケターとか税理士とか弁護士に直接聞けます。自分でイベントを企画したいとか、企画されてる勉強会に参加したいというのも全てアプリで仕事のつながりを作ったりできます。さらには各週でやってる Zoom の竹穴のライブで直接対面でコンサルを受けたり、さらに学んだスキルをアウトプットしてクラスターで収益化できたり、また自分の近くにいる生徒を検索して会ってみたり、あとは URU 生がやってる授業やお店に行ってみたり、さらにはですよ、オフラインの全国イベント年に数回あります。一般の方は数十万円ですが、 URU 生はほぼ無料で参加できます。最後には卒業テストに合格して単位を全てクリアすると、あなたが OB として永年無料で使えるようになります。そうなんです、これだけ質が高いからこそこんだけ巨大化するんです。これが URU オンラインスクールです。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。